どうも仙道です。本日も FIFA22 キャリアモード、日本人だけでイングランドを席巻する企画やっていきます。さあ本日はプレミアリーグアーセナル戦です。まずは順位表を確認しておきます。こちら順位表です。我々現在8位です。そして本日の対戦相手は5位のアーセナルね。これ勝ってね、上位との差を縮めていきましょう。それじゃあ試合いきます。まずはスタメンアップです。キーパー川島、ディフェンスライン右から酒井翔士と宮永とも、アンカーに遠藤、インサイドハーフ右が鎌田、左南野、スリートップ右から堂安、古橋、アイジェです。今日はただ勝つのみです。コメント特にありません。はい、アーセナルのスタメンこちら。アセンシオ移籍してきてんな。東京五輪の件で恨みあるからね、アセンシオは。あとゴメス2人いるね。フォワードと右サイドにゴメスいるわ。一人はモイゴメスなんせよ。前回対戦も確かいた気がするから。で、さらにもう一人ゴメス取ったね。すげえゴメス好きじゃん、アーセナル。じゃあ試合行きましょう。Watch Premier League on Sendo's YouTube。お、日本人来た。アイシャイ佐藤。ちょっと中2日の試合なの納得いかねえな。なんで俺らプレミアしかねえのに中2日になってんだよこれ。さあ匠からいいんじゃない。いきなり純ちゃんが打ってみて、あるよ。うますぎない今の。うま、電光石火の先制点来たよ。うますぎ今の。今週はマジか。ネイマールじゃん。ネイマールいたぜ今。左45から美しい弧を描いて、よぼすぎねえかこれ。いや天才、これはこれはジーニアス伊藤純也。いや素晴らしい。サイドネットはいいね。でかすぎる先制点。前回対戦ほんと何もできなかった気がする。点も取ったかな。なんか 3-0 くらいで完敗した気がするんだよな。でみっともなさすぎて2試合目のリバプール戦行って確か神回になった記憶ある。でもほんと初期な気がする。アーセナルと前回戦ったの。やべ、モイゴメスがフォワードだね、センターフォワードだね。じゃあ右のゴメスは誰だ。アレハンドロゴメスとかなのかな。となるとアブゴメス、セビージャの M ゴメスからこれでしょ。モイゴメス、 M ゴメスって誰だ。マキシミリアーノゴメスか、バレンシアかなんかのだよね。で右サイド大きく展開していいんじゃない。待って待って、なんか全然戦えんぞアーセナル相手に。来た来た来た、もう堂安これ右でいいわ。いい、外すか。さりげ堂安逆足5なんすよ。最近知ったけどさりげ5なんすけど、これ5の外し方かね。いや左サイドティアニーかな、これはティアニー来たね。やらすなよ。でシンジも引退検討してんな。前回確かやばい、待って、ナイスエイジ。前回引退検討してたエイジのスーパーセーブ。クリアしろよしっかり。まずショートコーナーできたよ。やばい、振られる。ちなみにね、冬の移籍市場でキングカズ獲得しようとしたんですけど、さすがに引退、今シーズンで引退するみたいでした。長谷部さえ引退するからね今年で。ゲームでね、さあ選手から、えっ、ごめん、これクリアでいい、クリアでいい、 OK。アセンシオボール持って、でもなんか結構攻撃の人数多いなアーセナル。やべ、腕ゴール。前回確かあれだよね、あのなんだっけ、ちょっと名前どう忘れし、あ、スミスローだ。スミスローに確か2発決められた記憶はある。多分出てないよね。ナイスナイスエイジ、今日来てるエイジ、今日これ爆発日だエイジ。やばいやばい、右サイドじゃん、左サイド展開されるんじゃん。で縦が危ねえな。かなりでもチャンスは作られてん。いや、うまっ。打てこれオフサイドない今の。打たすな打たすな、ナイス、いい守備今のは。左サイドアセンシオちょっと危ねえよ。いいよ、ここカットして、あとパス、早い攻撃早い攻撃。あ、純ちゃんナイスランナイスラン。ただ一回ここは大地に預けて右サイド展開、いいんじゃないでしょうか。うん、これ一回立って勝負いってかわしてみて、ファールファールファール、あるだろさすがに。 OK、 今のもらい方いいね。これ率狙ってみようぜ。うん、率狙おう。これカーブかけて、カーブどう、あれこれアウトサイドにカーブ、いやー惜しい惜しい惜しい、いやよかったんじゃない、惜しい惜しいよ。うん、ちょっと曲がりすぎたか。うん、曲げすぎたね。悪くなかった、ちょっと高かったか。あ、でも右にも外れてるか。アセンシオトラウマ、日本人にとってのトラウマ、やめて、マジで嫌なんだけど。本当に嫌だったな、あの東京五輪でのミドル。待って、やばい、最後にやらすな、最後にやらすな。中固めろ、中固めろ。やべえぞ、モハメド来るか。
それで OK ミスったよ。クリアして前半終了。はい、前半のスタッツこちら。決定機いくつか作られたけど今日エイジ当たってる日だわ。ワンスタート周り、もう1個目。いやー嫌なとこ通されるな。これヒロキ行ってもらって、アセンシアやめろ。まずいぞ、左で打たせない、左で打た、ナイスエイジ。マジで当たってる日だ今日は。ほんとエイジの日だ。しっかりマーク、仲マークしといて。オッケー、ここは待て、やめろ。得意の角度で危ねえ。右足で打ってくれてよかったよ。さあ彼ね、彼がマルコです。マルコアセンシオ、ウーでゴールです。マルティン、ウーでゴール。オッケー、え大丈夫だよね。びっくりする今ので。つなごうよ、そこしっかりつなごうよ。やられたよ。いやもったいね今のは。ミスからの失点だもん。今のはもったいないよ。これどっち？マキシミリアーノの方か。やられました。いや、ここの純ちゃんかミスったの。ミスったね。よくなかった、今のは。マジでもったいね。これはさすがにエイジでも苦しかったか。どんまいどんまいどんまい。まだ 1-1 だからね。第1ボール持って、ヒロキ、第1。渡る、左に大きく展開する、いいんじゃない。兵庫、どうしよう。一回これはちょっと保守的に行って、保守的に行こう。まずいな、危ねえ。ちょっと誰か取ってるレアルが紹介する選手か、これわかんねえけど、あ、いいんじゃない、いいとこ入ったよ。いやー無理か、繋げねえな。さあ左サイド、ユウト頑張れねえか。やばいやばいやばい、これまずいぞ。ここは裏抜け警戒して、裏抜け警戒して、ナイス D。 今のは最高の D したろ。パスミスやめろ。ジュンちゃん走っていこう。ジュンちゃん走らせて、あでも右サイドバックいんのか、いねえと思っちゃった。頑張れる、頑張れそうじゃない、無理か、取れそう、ナイス。行こうよ誰か。やばいやばいやばい、ユード裏裏裏裏、まずいまずいまずい、そこやばいやばいやばい。庄司カバーカバーカバー、 OK。 これは怖すぎるけど、ナイスエイジ。アセンシオボール持って、で左バック上がってるか、ティアに上がってんのか、ナイス庄司。カバーナイスだけど取れねえか、取りきれねえか。オッケーオッケー、取り切っていいよ、ナイスつなぎ。もう一個オッケーで、純ちゃんが走ってる裏に、いやー待って、杖浮き玉で出そうよ。俺浮き玉入力しなかったが今、なんで鋭い方になっちゃった。やばいやばい、裏警戒裏警戒、オフサイドあれは、あ、オフサイド。オッケーナイス、トミヤスさんさすがです。クロス対戦ですからね一応。さあここは純ちゃんがドリブルで、いやー待って、つなご、なんか引っかかんな今日。オッケー、タックミがボール持って、来た。いや今日も抜けねえか、ちょっと軽く浮かせたんだけどな、惜しかったな。やばいやばい、左サイド右サイド右サイド、警戒警戒警戒、ライン下げろライン下げろ。オッケーだろこれは、いいよいいよ。ここ縦パスコース切ろう、縦パスコース切ろう。オッケークリアして、いいよ、つなぎたいね。第一の高さ出ろ。オッケー、でこれはリツから一回強豪に託すじゃん。で、ジュンちゃん、ここはスピードでちぎりたいけど、ナイルズ画面、待って、大丈夫？オッケー、つないで、打ってもいい、打ってもいい、いやー、惜しい。はい、選手変えます。第一に変えて、原口元気、あと、堂安に変えて浅野いきます。さあ、原口がドリブルで運んでいく、いいんじゃない？これ、タックミとのパス交換、いいね、いいね、いいね。で、これはジュンちゃんに出すじゃん。強豪、入ってこい。いやー待って、動きが良くなかったな今。プレスいけない、いけないか、うーんどうしようか。もう時間ねえんだよな、86分。アセンシオこの位置でボール持ってゆっくり、オッケー、これ勝っていけんじゃん。でここ純ちゃん出すじゃん。でこれ強豪当てんじゃん、オフサイドないだろこれは。ないよないよないよ、一回これキープして純ちゃんに来た。いやー打ってよ、打ったけど、打ったけどブロックされた。89、いやードローやだなこれ、取れねえか。タクマ何分ある？2分か、アディショナル。どうしよっか、あラストワンチャンス作ろう、頑張って。ユウト警戒、下がっとけ下がっとけ。でこれチェック生かして、いや取れねえな、やばい、もう2分終わってるよ。じゃあ勝たせて、勝たせてじゃなくて引き分けさせて、まずいまずいまずい、出さすな出さすな、引き分けさせて、頼むから頼む頼む。クリア、待って、クリアボタンを連打し、連打して、OK。あー、まあまあまあ、なんとか引き分けか。はい、こちら試合のスタッツです。
いやもったいなかったな。まあ決定機は結構作られたけど、最後の守備集中してたでしょ。なおさらミスからの失点もったいないね。選手の評価こちらです。じゅんちゃんのビューティフルゴールは良かったね。あ、インタビュー、ライバルとの一戦はドローとなりました。この試合どのように 見ますか。うーん、まあミスからの失点はもったいなかった。で、前半のリツはあれ決定機だったろう。あれ決めたかったな。まあどうしようか。決勝ゴール奪うべきでした。なんで式下がんだ。勝ちたかっただけじゃん。アイプレミア順表です。マンチェスター勢がマジでつまずかねえな。我々現在8位で首位との勝ち点差14まで広がっちゃいましたね。9位から16位こちら、17位以降こちらです。はい、そして私のクラブからの信頼の評価がもう65まで下がっちゃってんすよね。これ結構まずいです。で、これなんでこんな下がってるかっていうと、まず一番最初のね回で我々のクラブをビッグクラブとして設定したんですよ。だから CL で負けたこととかプレミアで8位くらいに沈んでるっていうことで評価結構下がってます。あとはシンプルに財政面で、ふざけて藤原を7億5000万ユーロとかで取ったことで大赤字になってんのが原因だと考えられます。で、確かこのレートがね下がりすぎちゃうと解任されるはずだから、突然のこの企画打ち切りとか避けたいね。はい、続いて今後の日程です。次回がプレミアのパレス戦ですね。それでは本日ここまでにします。チャンネル登録とか高評価とかお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。